チは絶好のコンディションです。Football is my life! な皆さんこんばんは。同じく、ジョン・カビラです。解説は、長谷川健太さんをお迎えしています。長谷川さん、よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン2第14節をお送りいたします。本日の対戦カードは、フィレンツェ対モナコ、アウェイに乗り込んでの戦いです。紫色のユニフォームピッチに姿を現しました。いよいよ試合開始です。画面に向かって右にエンドを取ったモナコ、反対側左にエンドを取ったフィレンツェ。スローイン、スローインです。オフサイドにはならなかった。オフサイドの網にはかからない。クロス、パスが出た。カストロ、ハリサレス、コーナーキックを得ました。力が入らない。メンデヘッドパス、ラムール、キーパー殺した。コーナーキックです。さあ、チャンス到来。激しい攻防。ワン、ツー。キルギシュ、これはゴールキック。さあ、どちらのボールになるのか。走り込んできた。エンコン、これは決めて欲しかった。壁パス、defiende Colombia. ここからどう攻める。中に絞ってきた。ヘッドでつなぐ。キーパーファンブル。ラムール。コーナーです。横にそれてしまった。さあ、チャンス到来。アナシオス。
つながればチャンス。ヒルユシン、これはコーナーキック。さあチャンス到来。エンコン、出た、いいボールですよ。パト、このハロエンコン、アナシオス、エリアの イメロ、バレモン、中へ上げた、ヘッドでパスを送る、必要な。なんでよ、トーマ。モナコ、同点に追いつかれてしまった。さあ、もう一度見てみましょう。ピッチを優雅に徘徊します。味方を探しますよ。これは浅いですね。ゴール、スーパーユーティホーゴール、素晴らしいゴールです。モナコ1点リード。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。ここで笛です。前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は2対1、モナコ1点リードしています。さあ長谷川さん、はい、ここまでの試合どうご覧になりましたか。そうですね、サイド攻撃にもっと意識を配ってほしいです。はい、どうもありがとうございました。それでは後半戦ゆっくりじっくり参りましょう。さあ後半戦キックオフです。レマッティ、ガナッチ、カストロ、ワンツー、合わせた、シェルチェンコ、オフサイドを取りに行った、ハーディ、速攻、体を入れてきた、アンビリバボール、ゴール、スーパーゴール、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 ミラクルゴール、モナコ攻撃の手を全く緩めません。さあもう一度見てみましょう。ケイ、メンデータ、シェルチェンコ、
チを駆け上がる。気をつけなければいけません。エンコン、ハーディ、ラムール。さあここからどう攻める。Se juega la vida。ラムール。ジャストミートできない。軸足がぶれてます。ワンツー。ヘッドでつなぐ。これは危険だ。さあここからどう攻める。折り返す。バレモン、キーパー弾いた。コーナーキックを得ました。横にそれてしまった。サルナト、これはちょっと危険なプレーでした。エルゲサ、リザーブの選手が体を動かしています。ヒルユシマ、シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。パスが出た。スペースを使う。さあここか。決まった。ゴール。エクセレントゴール。得点は4対1、モナコ3点リード。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。この選手は試合にすごいですね。ドゥリッチ、これはピンチ。中へ放り込む。大きく前方にクリア。サルナト、ドゥリッチ、危険なタックル。イメル、ボールを囲んでいきます。ボールを持たせています。ガナッチ、シェルチェンコ、取り損ねた。カストロ、キルギシン、ラッキーボール。エンコンラ、アラムサハル、オフサイドを取られました。ラジッチ、ミスキックです。丁寧なプレーを心がけてほしいですね。エンコンラ、エルゲサ、このハロ、ダイナミックゴール。得点は5対1、モナコ大量得点です。さあもう一度見てみましょう。
ウルハイス。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。モナコ圧倒的な強さを見せつけました。それでは長谷川さん、はい、試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、3点目以降集中力が切れてしまったようですね。なるほど、どうもありがとうございます。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。本日の解説は長谷川健太さんを迎えてお送りしました。長谷川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。